J リーグファンの皆さん、秋田豊です。やっぱりクロスの対応っていうのが一番のその欠点だったと、そういう意味で僕を守備的な選手としてサイドバックに置いたと。まずい子は僕がいいっていうよりも僕がサブチームにいるとレギュラーチームが怪我をするんでレギュラーチームに入れたんだっていう気持ちだけはもう認めてくれてましたね。やっぱり最後までグラウンドに立って周りを鼓舞して戦ってる姿、諦めない姿、これはやっぱ圧巻でしたね。いや、これがプロなんだ。僕は後ろから見て本当幸せでしたね、鹿島ってクラブは競争と、結束っていう、もう相反するものっていうのが共有されてるクラブなんですね、だからこそこれだけたくさんのタイトルを取ってきた。常に競争相手が用意され、その選手からポジションを取って、例えばあの小笠原光を僕が9年ぐらい経ってから入ってきたんですけど、僕らがボールを、奪うって、小笠原をこう跳ね飛ばしてもまた立ち上がって追いかけてくる、仕掛けてくるっていう、日本人で一番やっぱタイトルを取ってる選手っていうのは彼だと思うし、その理由っていうのもやっぱりその19歳、18歳の頃からやっぱり見てると分かりますよね。いや、もう本当に二強時代でしたよね。その中でも中山さんがいるからこそ頑張れるし、もっとやらなきゃいけないっていうふうに思われるし、そう思えるライバルがいたっていうのも幸せでしたよね。あの2001年のチャンピオンシップファーストレグの時にエコパでやったんですけど、中山さんはゴールエリア付近でのシュートはうまいんですけど、ペナルティエリア外でのシュートっていうのはほとんど入らない。だから服部の方に先に動き出してわざと打たしたんですけど、でもそれを上回るデータを上回るのが中山さんで、やっぱこの人すごいなっていうふうに思った瞬間ですね。あの状況であればもうこのチャンピオンシップは終わってたと思うんですけど、僕の一点で大きく流れを変えることができた。もう絶対自分に来るっていう、もう肌感で分かるんですよね。一発のコーナーでこれ自分たちいける、10対11っていうのが何もこう感じられなくなって、でもう一点平瀬が点を取ってからは、次はもう勝てるっていう確信に変わった、試合でしたね。隣のやつにやられましたね。あれからちょっと雰囲気がね、ガラッと向こう寄りになりましたし、そういうところのね強さを持ってますけど、自分たちが勝つためにはどうしたらいいのかっていうことを逆算して戦ってるチームだから、あの頃のチームって点が取れないチーム、その中で点が取れないんだったら、じゃあセットプレーで点取ればいいんじゃない。そのセットプレーが伝統っていうよりも勝つために必要なことをやるっていうのが伝統だと思うんですよね。そこが他のクラブと違うところなんですよ。常に勝つ、それを求められる、ただそこだけだと思うんですよ。